なんか普通にもう捨ててこようかな、たかし、山とかに。山のふもとに捨ててきていい、たかし。家に帰って寝ろ。もう来なくていいです、あなた。いやーって言ってるわりさ、お前で攻撃力高いの来たー。基地と出るか、強度出るか、大強度出るか。おい、これ、遠隔操作されてるわ。俺のサポートカード見てから相手攻撃してる。いやー、だって違うじゃん、傷状態じゃない。傷状態じゃない。傷状態じゃない。オッケー、2月4週と水辺最強決定戦、まあこれも出ていくか。じゃあな。で、深海を決勝。シンマジでだるいんだよな、こいつ。頼むぞ。オッケー、ラストターン。お互い均衡破れず、ラストターン。上回避台アップさせてくるよと、うん。で、俺の攻撃ももちろん当たら当たら当たらないよねと、うん。サドンですね。久しぶりにサドンですやるよ。じゃあサドン。俺 1% 食らってた。1ダメージ食らってたんだ俺。なんかサドンです、サドンですって思ってたけど、まさかの失態。ごめんな、カジドラ。この勝負は間違いなく俺のミス、うん。俺があの1ダメージに気づけてなかった。お互いめちゃくちゃ緑だったから、体力ゲージが。大丈夫大丈夫と思ってそのままやってたけど、うわ、1ダメージ食らってたんだ。大失態。近年まれに見るね。まあまあまあいいでしょう、うん。別に勝ちたいと思ってなかったし。はい、3月回避しっかり上げていかねえと、高橋は。勝てるもんも勝てなくなっちゃうから。はい、で勝ちとら。3月になりました。3月では属性検定の大会が開催されます。そして4週目にはドラゴン最強決定戦も開催されます。知ってます。なんなら2年前から知ってます、僕。その最強決定戦、最後の追い込みですね。諦めずに頑張りましょう。なんで俺が諦めてると思った。全く諦めてないからね。火 vs 土の最強決定戦しっかり出て2週間を休ませる。そしてドラゴン最強決定戦へ向かっていくと。まずはここ前哨戦、しっかりここを勝ちで収めたい。ここで颯爽とまずは1勝掴んでいくと。しかも防御ダイアップしてるからね、勝ち勝ちすぎるぜもう。うん、オッケーと、ジャッジに入りますよと。オッケー、99%、ほぼ無傷です。なんか上腕二頭筋大きくなったな、カチドラ。さすがに320は削れないはずよ。大丈夫、カチカチを信じろ。カチカチを信じた。ただしっかりジャッジで勝っていくよと。オッケースキップ。うわ、メスターストゥアームだよこれ。前もこいつだった。で、こいつに負けたのね俺。やり返す時が来たようだね、メスター・ストゥア・アームくん。お前に苦渋を舐めさせられた、前のプラチナの大会で。今回はそううまくいかないと思うよ。まあでもマナ1か。まずはドラゴン詳細、相手の技を確認していく。3マナ、4マナ、5マナね。4マナの毒液発射がマジでゴミなんだよね、これ。絶対当たっちゃうから、しかも俺。威力 100? 丸飲みって。んなこと聞いたことねえよ、威力100って。これ鱗の守りで、ひたすらカチカチになっていくしかない。で、耐えるから頑張って。うわ、自慢の牙使ってきた。待って、これごめん、初手で終わったかも。これ丸飲みされたら終わり。ちなみにね、だって絶対当たるから、避けれないから。頼む、丸飲みだけはやめて。丸飲みだけはお願いします。投げ払う王国武器、まだ耐えれる、まだ耐えれる。それはいい当たりだと思ったけど、耐えれないかもしれない。350ダメージ、まずい。圧倒的にまずいんだけど、ちょっと。うわ、ちょっと防御ダイアップの効果とか来てくれない限り、これ結構厳しい戦いになるよ。ただ諦めない、勝利の可能性が 1% でもあるならね。鱗の守り、ここも鱗の守りをせざる。うわ、やけど治っちゃった、やけど治っちゃった、それまずいわ。まあマナにやっぱ嬉しい、ちなみにね。うわ、クリティカル率でもアップしていく。まずいやね、こいつだけが俺また投げ払うか。防御チューアップしてるからね、でも。うやっくぅ。13。ただ大丈夫。残り HP13 あれば、逆転できる。ここのマナ、めっちゃ大事。ここのマナダイスで2マナ以上来て、俺が急降下を当てる。あ、いやでもその前に相手の攻撃が来る。うわぁ、どっちにしろ勝てない。どっちにしろ勝てない。こいつ強すぎるって。しかも1マナだし。お前プラチナの器じゃねえ。鱗の守りをせざるを得ない。ウイニング、鱗の守りじゃない、敗北の鱗の守りだ。
うわ、しっかり腹折られたな。しかも2回ともこいつ、2回ともプラチナランクでメスターストアアームにやられた。もうこいつ強すぎるぜ、マジで。カジドラにも天敵現るな。ライバルがいた方が燃えるからね、夏の大会、うん、これ俺はこれを選抜の甲子園だと思ってる。選抜だから、あくまでこれ夏の甲子園じゃない、選抜だ。そう言い聞かせてあげた、カジドラ。よし、まあまあまあ、本腰入れないといけないのは3月4週目のドラゴン最強決定戦だから、うん、それまではいいの。おい、何してる高橋、高橋ゴミだな。もうなんか普通にもう捨ててこようかな、高橋。山とかに、山のふもとに捨ててきていい、高橋を。体力を上げてあげると。オッケー、カチカチになった。またさらにだよ。おい、でこの高橋っちゅうやつはよ、ほんとゴミよ、この高橋はね。休みなさい、うん、休みなさい、高橋は。寝てろ、家で。家に帰って寝ろ。もう来なくていいです、あなた。あえて、カチドラ。カチドラの方も休ませるんだけど、ここ、しっかりドリンク使ってあげる。うん、ドリンクを使ってあげるのね。じゃないと、休むで満タンにならないから。おい、これで元気回復して絶好調。しかも元気もマックス。そして、3月4週を迎えると。その前に、トワカシの方は、トワカシは極限集中使わせる。こいつはもうちょっと、徹底的に上げていかないと。勝てない、伸びしろがねえ、こいつ悪いけど。極限集中来いよ、タコシ。お前のためにお守り使ってんだぞ。タカシの野郎、あいつほんまに。今週ついにドラゴン最強決定戦が開催されます。そしてカチカチドラゴンがダイヤグラスに到達しているため見事に出場可能となりました。おめでとうございます。このまま最後まで諦めず走り抜けましょう。おい、走り抜けるぞ、カチドラ。俺らの2年間の集大成見せようか。見てくれ、このドラゴン最強決定戦。最強のドラゴンを決める最後の大会。平均総合値は4179、カチドラの総合値は2749。圧倒的さ。ただそれをも覆す力をカチドラは持っています。頼むぞ、カチドラ、最高の景色を見せてくれ。さあ、1回戦目の相手はビービルね。体力防御マックスの命中、こいつは結構得意としている。大丈夫だ、この日のために2年間俺らはやり遂げた。その成果を今見せてくれ、カチドラ。いや、 BGM も変わってかっけー。おい、本物と本物の勝負ってことよな。 OK、 お互いに今穴と、うん、HP は言わずもがな999と。ガス攻撃一択、そしてドラゴン詳細をしっかり見させてもらう。相手の全部マックスや、うん、体力大回復、頭突き、がむしゃら髪ね。ただ相手の攻撃は412、1カチカチは必要だな、うん、まずは1カチカチはしていく、うん、俺の切り札ガス攻撃。2年間こいつと共にカジドラは頑張ってきた、うん、キューは攻撃ダイアップしてきた。まあ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 、初手のダメージはもう仕方がない。頭突きね、 OKOKOK。 どんぐらい食らう。はい、1ダメージと、うん、攻撃ダイアップして1ダメージ。そんなもんなんだよ、お前は。お前はダイヤクラスに参加して、参加できる時点でお前はうぬぼれてた。カチドラを優勝するために来てるから、抜かりないよ、このカチドラ。よし、2ターン目。俺もコーラスに参加しちゃった、うん、テンションが高まりすぎて、俺もコーラスに参加してしまったんだけど、しっかり鱗の守り、うん、2カチカチします。はダイヤランク1回戦2カチカチ。うわ、お前もガス攻撃使ってくんのかよ。2ターン目でガス攻撃を使ってくるっていうその動き、めちゃくちゃクロート感出してるけど、ただのバカだよこいつは。ガス攻撃は1ターン目だから絶対に。全くお前は何も学んできてない。お前は訓練だけして大会などの経験がなさすぎる。いや、めっちゃ回復してくるマジただコチコチになる。おい、観客に見守られてて、最高の舞台でなおカチカチになっていくお前のその姿、けなげな姿、マジでかっけえぜ。ここ急降下一発当てます。威力360、見わだかつてこの数値見たことあるみんなね。360の威力、当ててくれ。うん、気合いの攻めね、攻撃ダイアップ。大丈夫、2カチカチしてるから。でデトックスで俺は状態異常を消していくと。お前も倒してくんかい。ってなるとちょっとまずい。もうひたすら頭突きしてくるんだな、気持ち悪いぞ。1ダメージしかあったんだよ。さあ行こうか、急降下。2年間鍛え上げた急降下を
しっかり当ててくれよ、ガジドラ頼むぞ。では当てていく。えい、1ダメージ。1ダメージ。1ダメージ。効いてないよ。ねえ。威力360で1ダメージってさ。聞いてないよ。まずい。じゃあまずい。ねえ。みんな、聞いて。じゃあまずい。お客さんまだね。じゃあ、俺は、マジ傷状態、体当たりして傷状態にしていくしかねえ。待って、この HP 今どっち勝ってんの？うわ、で、ここでガムシャラガミ来るでしょ？ねえ、もうやめて。本当にやめて。お願いだから。1ダメージして。マジで頼むから。これは外さない。うーん、2ダメージか。もうこの2ダメージの差が結構、判定には覆るよ、結構。頼む。当てて、当てて、当てて。オッケー、当てて、なお傷状態にしてくれるとマジで歩けないんだけど。そこまではいかないよね。ちょっとまずい、これ。え、どうしよう。まあ体当たりしかないんだけどね、俺は。スピード遅いからさ、カチカチになるメリットないから、絶対当てていかないといけない。頼むぞ、カチカチ。頼む頼む頼む、マジで頼む、カチカチ。1回戦で終わる器じゃねえんだよ、お前は。オッケー、続きね。いや、これ判定どう？ね、マジで微妙なんだけど、判定が微妙すぎるんご。まあ、1ダウンは構わない、構わない。1個にね、体当たりしっかり当てて、うん、ここで傷状態してもあんま意味ないから、しっかり当てて HP1 減らす。これが勝利への近道。うわ、どうなんこれ、どうなん、マジでマジでどうなん何この絶妙な勝負ね。マジ絶妙なんだけど。頼む、中東の笛来い。中東の笛来る。見た、しっかり1ダメージ与えた。それが勝負の分かれ目だった。あんな当てても意味ないよって思ったでしょ。違うの、その1ダメージで勝負が分かれんの。はい、オッケーと。正直来てほしくないのは特にいねえな。攻撃力高いのだけやめてって感じ。あーって言ってる割りさおばあで攻撃力高いの来た。え、待って、これどうしような。俺攻撃力高いのはマジで勝てないんだって。マナ4マナ4マナ6でしょ。オッケー、俺ね、ここに来てガス攻撃変更します。皆さん、攻防の要、うん、これ攻防の要だわ、絶対に。で、初手攻防の要使って相手をまず動き封じるよね。で、俺はしっかりカチカチになっていく。話をそっから、まさかのここまで2年間使い続けたガス攻撃をこの最高の舞台の準決勝で使わないっていう選択肢。基地と出るか強度出るか大強度出るか。1マナ、相手1マナ頼む。うわ、まあ2マナか、まあ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 悪くない悪くない悪くない。ここも攻防の絡めで初手から使っていく。こっちはウルコの守りでしっかりカチカチになって、まずそっから、話はそっからだろ。で、相手は攻撃出せないはずだから、これをまずやっていかないといけないんだよね。うん、素早さダイアップね。構わない構わない。オッケー、こっちはマナアップ。でげえ、めっちゃでげえそれ。お前マナアップかよ、お前嘘つけよ、お前攻撃選んでただろ、お前。おい、これ遠隔操作されてるわ。俺のサポートカード見てから相手攻撃してる。絶対あのターン攻撃しないといけないのに。はあ、マジでちょっとふざけんじゃねえよお前。そういうことやってくんだったらこっちも出るとこ出るよ。マナダイス、マジ重要。まあお互い3マナとかいう一番ダメなパターンだったらお互い1マナの方が良かった。ここはマジでウロコの守り、マジでウロコの守り一択。うわ、マザーの怪獣来た。攻撃中アップ、素晴らしいアップね。で、外れることないよね、マジ。うわ、いやー、ちょっとまずい、やめてください、やめてください。うわ、500ダメージも食らっちゃった。おい、解説もよ、アジタハーカの応援してやがる。こんだけアンチがいたのか、俺には。うわー、マジかよ。絶対1ターン目のあの遠隔操作のせいなんだけど。ねえ、ありえないこいつ、ゴミすぎる、ゴミすぐる。俺の勝ち筋はない正直ない。防御力は409。いや、急降下当てたところで多分一発で死なないもんこれ。いや、マジかけるんだったら多分ここも鱗だね、マジで勝負かけるんだったらね。うわー、大技仕掛けようとしてきてやがるぜこいつ。ちょっと厳しい戦い、正直ね、死ぬほど厳しい戦い。お互い1マナと。勝ち筋引くんだったら体当たりして傷状態にして、なおかつ次のターン急降下を当てるっていう。ムーブをしないといけなくなってくる。めちゃくちゃ細い勝ち筋。うわー、で、これで魔法だ。めちゃくちゃ一番威力高いやつでしょこれ、絶対に。うわー、耐えれんのかなこれ。頼む、耐えてくれ。おっ、OK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 。1ダメージ1ダメージ。まあ、いや、回避ダウンは全然構わない、だって回避がないから。もともとめちゃくちゃ足の裏にアロンアルファ塗ってるのね、だから大丈夫、回避大ダウンが。
当たってくれ、当たってくれ、よし、傷状態にしろ。いや、だって違うじゃん、傷状態じゃない、傷状態じゃない、傷状態じゃない、今傷状態来たと思ったのに傷状態じゃないじゃんね。勘違いさせんなよお前。バレンタインデーになってさ、なんかちょっとそわそわすんだよ、女子が、男子がそわそわすんの分かるけど女子がそわそわすんだよ、なんか、まあ、勘違いしちゃうだろそれ。ふざけんなよマジで。お前しかも3マナ溜まってしっかり4マナで攻撃できるっていうゴミ。まあもう当てるしかねえや、お前急降下当てるしかねえわ、ここで今さらマナアップにいいや、意味ない。僕だやっぱめっちゃ意味ある。おやおやおや、じゃあ威力とんでもねえことになるぞ。威力3500の俺の急降下当てるしかない。大丈夫、これ1ダメージしか当たんないはず。うん、うん、そうだよね、うん、頼むマジで、うん、威力3500の急降下、近年丸に見る 1000を突破して3500なの。頼む、当たってくれ、まず当たってくれ、当たってなおパス、避けられちゃった。レオさん、儀式召喚の準備が完了しました。よっしゃ、じゃあ勝ちドラゴン超えるドラゴン作っちゃおうかな。うん、勝ちを超えるドラゴン出しちゃいます。